皆様おはようございます。えー、本日も、えー、土曜日の朝、えー、地形学オンラインサロンにお集まりいただきありがとうございます。えー、私、えー、アジアパシフィック・イニシアチブ・情勢研究員で東京大学の鈴木でございます。えー、このオンラインサロンでは、えー、地形学、いわゆるジオエコノミクスをに腰を据えて、で、経済活動の地政学的な意味を 見据えながらグローバル化していく世界を否定することも全面的に肯定することもなく日本がどのような政策をとっていくべきなのかその選択肢を増やしていく異なる選択肢を生み出していくために何を考えていくべきなのかということを考えるきっかけになればというふうにして開催されておりますこのオンラインサロンはオープンな議論の場でありましてこのサロンが目指すところは 政策コミュニティを作っていくということであります。さ、えー、まざまな政府の政策ですとか、えー、現在のさまざまな事象に対してですね、えー、建設的な批判を通じて、えー、この日本のあるべき姿を,を考えていく、そういう場にしたいと考えておりますで。こうした問題意識に基づいて、オンラインサロンでは毎回ゲストをお呼びして、えーまあ、日本が直面するさまざまな問題を考える上で、えー、大事なテーマを 専門家とともにですね、議論していくという場にしております。で、この専門家のとの対談を通じて、今起きている地形学上、どのような意味があり、そしてどのような政策が可能なのかということを考えていく、そういう場にしたいというふうに考えております。このオンラインサロン、オープンな場でありますので、皆様にどんどん質問していただきたいというふうに思っておりますが。が この質問に関してですけれども、今回のウェビナーでは、ウェビナーの,の Q&A の機能を使って、皆様からのご意見を頂戴したいと思っております。どんどん書き込んでいただければありがたいと思っております。本日のテーマですけれども、本日はオーカス時代のインド太平洋の地形学と題しまして、 ゲストにあの慶応大学の鶴岡先生をお招きしております。えー、このおまあオーカスは、えー、9月の15日にですねアメリカ、イギリスそしてオーストラリアの3カ国によって、えー、発表されたまあ新しいこのフレームワークとして、えー、アメリカがまあ特にですねアメリカの原子力潜水艦の技術をオーストラリアに移転すると。 いうことが、まあ、あの中心になったそういう,う枠組みでありますけれどもやはりこのオーカスが非常にまあ衝撃的でそして、えーまあ、世,界的世界中でこの大きなあ、まあ、話題になったのはこのアメリカの同盟国でありそしてインド太平洋でのプレゼンスを高めようとして、まあ、これまでオーストラリアとの関係を重視してきたフランスを おまあ、ある意味袖にするという形であったこと、まあ、特にですね、えー、オーストラリアとフランスの間では通常型,原水艦あ通常型の潜水艦ですね、えー、これ、まあ、日本と争ってフランスが、えー、勝ち取った契約でしたけれども、オーストラリアはこの契約を破棄して、そして、えーまあ、アメリカから原子力潜水艦を得るという選択をしたことが、まあ、あ一つ大きな衝撃だったと思います。また 同時にです、ね、このフランスとオーストラリアの関係は、8月の末にです、ね、不都合2プラス2と言われる、まあ、フランスとオーストラリアの外相、国防省の会議の中でも、この通常型の潜水艦の契約を履行するという約束が確認されていたにもかかわらず、この破棄した。まあ しまえばこのまあフランスを裏切る内緒はフランスに隠れて、えー、こうした話が進んでいたという意味でもかなりまあ、衝撃的だったのではないかなというふうに思いますでまあ9月15日からまあ、約2ヶ月が経ちまして、えー、まあこの状況はある程度落ち着いたように見えておりますけれども えー、それでもですね、えー、イギリスとフランスの関係は、まあ、オーカスだけではなくて、まあ、あのイギリスの EU 離脱以降ですね、えー、問題となっている漁業問題ですとか北アイルランド問題こうした問題も含めてですね両国の関係はまだ良好という状態ではありませんし、まあ、フランスとオーストラリアの間もまだ冷え込んだ状態が続いています。でさらに、まあ、オーストラリアがここの原子力潜水艦を持つとということは、まあ 中国があ、まあ、主たる仮想敵国として、えー、あるわけですけれども中国,をお中国から見れば、えー、これは非常にあの警戒すべき動きということになっているわけで、まあ、中国から見れば、まあ、アメリカと同盟国による包囲網というのが作られていくというこういうプロセスに、まあ、見えていくように、えーまあ、そういうふうに認識しているのではないかなというふうに思います。 でイギリスはまたこのオーカスだけでなく、まあ、TPP にこの、えー、参加するですとかあの空母クイーン・エリザベスをこのインド太平洋地域に派遣するというようなことで、えーまあ、軍事的にも経済的にもこの,この地域にプレゼンスを高めようとしていると、まあ、このように a、まあ、オーカスが結成されたことによって でインド太平洋地域の,この安全保障環境が大きく変わっているというだけではなくて、またヨーロッパにおいても、このまあイギリスとフランス、内緒はイギリスと EU の関係もだんだん変わってきているように思います。 でまあ、こうした a u ー,ーカスをぐるさまざまな問題というのをご、えー、議論するときに、まあ、あーゲストとしてどなたに、えー、お話しいただこうかと思ったときに、まあ、あの我々私の友人でもありあのちょうど同じヨーロッパ研究の、まあ、若干後輩にあたる格好になりますが、えーあのまあ、昔からあの、えー、親しくさせていただいておりますあの慶応大学の 鶴岡光と先生にあの今日お話を伺いたいということでお招きいたしました。あの鶴岡さんどうぞよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。お招きいただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、まああの鶴岡さんすでにあのいろんなメディアであの引っ張りだこうで、あのもうすでにこのオーカスの問題ではいろんなことを語り尽くされているのではないかなというふうに思いますが、えー、またあの今日もここでですね、あのいろいろと質問をさせていただいて、えー、よりあの議論を深めていきたいと思っております。 まあ、鶴岡さんはあ1998年に、えー、慶応大学の法学部を卒業された後、まあ、アメリカのジョージタウン大学を経て、えー、ロンドン大学のキングスカレッジで、えー、博士号を取得されております。えーまあ、専門はあの言うまでもなく、まあ、国際安全保障とか、まあ、現代ヨーロッパ政治のご専門でありまして、えー、また、あの えっと、ベルギーのお日本大使館専門調査員、まあ、この当時は、えっと、NATO もカバーされていたと思うんですけれども、えーまあ、多分日本で一番 NATO のこのオペレーションですとか、えー、NATO のおこのスタッフに、まあ、あの通じているというかいろんなあの知り合いがいらっしゃる方だと思います。で、えー、その後あの防衛研究所の主任研究官を経て、えーまあ、2017年から こののの慶応大学 SFC 方です、ねえー、にいらっっしゃっておりますであのもう言うまでもなくご,ご著書たくさんあ,あ,のあられますけれども、まあ、その中でも最近ですと、えー、2020年に出された、まあ、EU 離脱というあのご著書もある、まあ、そういうあのヨーロッパ政治の、まあ、まさに第一人者というお方でございます。 では早速あの、鶴岡さんにいろいろとあのお話を伺っていきたいと思いますが、まずこのオーカスですね、えー、これが作られたことを、まあ、鶴岡さん、どのように評価されているのかというのをお聞きしたいと思います。まあ、オーカス自身はですね、えーまあ、アメリカとオーストラリアも、またあのアメリカとイギリスももちろんですけれども、まあ、イギリスとオーストラリアの間でも、まあ、一定の同盟関係というか、 まああのこう濃度というか、その強さは違いますけれども、新たな軍事同盟を作るというよりは、既存のこう同盟関係があって、その枠組みの中でこの作られた、同盟関係のある国々が作った枠組みでありますし。 また原子力潜水艦の移転ということがメインになってますけれども、まああのオーカスの文章を見るとです、ね、それ以外にもミサイルですとか、さまざまな新興、まあ、技術に関する技術協力という、まあ、そういう側面もあると。で、このオーカスが何を目指しているのか、まあ、単なる技術協力、まあ、原子力潜水艦も含む技術協力の枠組みとして捉えてしまうと、まあ、今度は逆にその中国との関係ですとか、えーまあ、あの戦略的な意味。 ですとか、そういったものが、まあ、ちょっと見えにくくなる。この。オーカスは、まあ、結局何を目指し、そして、どういう性格を持つ枠組みなのかっていうのを。鶴岡さん、どのようにお考えでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。あの、まさに、今。すでに、ご指摘のようにですね。この米英豪という三つの国ですね。これは、あの、オーカスがなくても。まあ、そもそも、特別な同盟関係にある。 国々とということなわけですねですからまあ、オーカスによって、これらの国の関係が強化されるというよりはあの、そもそも特別な関係にあったんで、オーカスのようなものが可能になったというのが、まず出発点だろうと思います。で、その上でなんですけれども、オーカスが何なのか、実はあのまだ分からないというのが正直なお答えだと思います。と言いますのもあの、原子力潜水艦が最初の協力項目として挙げられているわけですけれども、 この人工知能ですとか、サイバー、あるいは量子コンピューティングみたいなものも将来の協力分野として言及されていると、ただ、その原子力源泉以外がです、ね、どうなるかまだ全くわからないですし、あの具体的な話も具体的なアイディアも全くないんですね。ですから、当面我々はこのーカスはあは原子力潜水艦の協力枠組みだと捉えるしかないんだと思います。うん でまあ、この後がどうなっていくのかわからないんですが、これわからない原因の一つは、やはりこのアメリカ、イギリス、オーストラリアの3カ国、3つの国の間でも合意がないということなんだと思います。あのこのプロセスを見ていくと、どうもイギリスが一番、この協力のスコープといいますか、この対象分野を広げることに熱心だったと。この 枠組みをこの政治的外交的な意味でも戦略的にこの広げて新しい協力枠組みなんだということをアピール一番したかったのがイギリスのジョンソン政権だというふうに言われていますただそれに対してオーストラリアやアメリカがどこまで本当にこの潜水艦以上のものに今の段階であの本気で考えているのかと こここはまだ分からないところですですからあの繰り返しになりますけれども当面はこの源泉の協力と捉える以外にないのかなというのをそういった印象を持っておりますなかなかこれは面白いところですよね。まあ、あの日本では当然この源泉の話がまあ中心ですしあの、まあ、多くの人がこう源泉の話をするわけですけれどもあの同時にこう文章を見るといろんなことが書いてあるので。 あのいやこれ本当に源泉だけじゃないんじゃないかと思いつつ、まあ、今のお話を伺うとやっぱり源泉だけだという <laughs> こういうあのなんかオチになりそうなそんな感じがしますがちょっと今のお話でやっぱり興味深いのはイギリスが非常に積極的でものすごくこうなんていうか前向きな感じまあかなりなんていう前のめりな感じがするんですけどこのやっぱりイギリスのコミットメントっていうんでしょうかイギリスがこのオーカスを主導する この意図っていうのは、どこにあるんだと思われますかこれ、一つはある意味、渡りに船といいますか、いいタイミングで出てきた話と、イギリスにとってですね、いうことだったんだと思います。と言いますのも、の今年の3月に統合レビューという、イギリスの外交・安全保障・防衛の大きなレビュー文書が出ましたけれども、ああそこでグローバル・ブリテンですとか、インド太平洋ティルト、インド太平洋経営者と。 いいう言葉を使っていますけれどもこれインド太平洋地域への関与を強化していくと、まあ、こういう方針が示されているわけですね。で、そのタイミングで、まあ、その数ヶ月後ということのようですけれども、オーストラリア側からイギリスに対してアプローチがあって、この原子力潜水艦どうにかならないかということだったと。ですから、これはあのオーストラリアからまあたまたまそういう話が来て、でオーストラリアからはです、ね、どうもアメリカにも一緒につないでほしいということだったような。 ですからこれはイギリスにしてみればまあいいタイミングであのこういう話が来たと、でこれ、イギリスにとってはこのインド太平洋への関与をさらに強化する一つの大きなあのツールになるわけですね。といいますのオーストラリアのこの源泉事業に関わるということはです、ね、その最初の開発段階、あの建造段階からオペレーションまで含めると、まあ、最低でもおそらく50年とか60年と。 いうタイムスパンでのンンゲージメすからまあこれはあのイギリスのインド太平洋経者、インド太平洋への関与をまあ大きくまあ進めるものになるというのが一つだと思います。はい、あともう一つはやはりこの技術面でしてあのアメリカ今まさにこのアメリカ型のこのバージニア級の,あの攻撃源泉をモデルにするのか。 あるいはイギリスのアスチュート級と言われる攻撃源泉をモデルにするのかという議論がオーストラリアでもあの既に盛んに行われています。で、これどちらになるのかわかりませんけれども、ただアメリカもですね、このバージニア級みたいなものをこのパッケージとして本当にオーストラリアに供与するつもりがあるのか。 と言われると、そこはオーストラリア側でもあの、まあ、本当にそうなのかなという会議論がかなりあるようであります。でしかももアメリカのこの源泉のこ建造も 建造能力に余裕があるわけではないんですねですからオーストラリアの分のこの今あの最低8隻と少なくとも8隻というあり方してますけれどもあのこれを作ってあげるという能力があるわけではないとでオーストラリア側はですねやはり自国で製造したいというのも未だにまだ視野に入ってますので,で、まあ、その辺りいろいろ考えるとですね この建造を含めてイギリスがかなり関与する余地というのが出てくるんだろうと、ただこれはですねイギリス側の,このやはり防衛産業の,この金銭的な利益に基づいてそういう議論をしている人たちもいるんでですねあのそこはどこまでがこの戦略論の話なのかで、どこからどこまでがこのビジネスの話なのかというのは今、ちょっとなかなか混在一体としてて分かりにくいところはあるんだと思います。 まあ、まさにあの防衛産業をめぐる問題っていうのはそのビジネスでありまた戦略的な問題でありまたあの誰が誰に対して何を供与するかということであの、まあ、これ外交的な問題でもあり、まあ、非常にあの防衛産業の話っていうのはそ,その辺が混然一体というかなかなかこうパッと割り切れるものではないという感じもするんですけど。 まあ、あのなのでこ、これ自体は多分なんかそんなにあの珍しいことではないというかあの、おそらくイギリスもそういう産業的な利益をこの追求する形で、これを進めたという側面もあるでしょうし、まあ、同時に、あのえーえー、とその統合防衛リビューの,あの枠組みの中で、まあ、特にブレクジットですね、イギリスが EU を離脱した後のイギリスの世界における役割と。 いうことをこのグローバル・ブリテンという形でえ表現しまたあのインド太平洋に傾斜するというこういうまああの狙いの中で出てきた話というのも非常にまあ納得いくところではありますけれどもまあただ同時にこのオーストラリアがこうあのイギリスに対してあの原子力潜水艦を求めたまあすでにその時にはあのフランスとの 契約があったわけですよねでフランスとの契約があるにもかかわらず、そこであのオーストラリアがイギリスに話を持ちかけたというのは、これはどういう背景があったんでしょう、まあ、あのフランスとの契約がうまくいってなかったというのは、一つ大きいんだと思うんですねあの。時間通りにもいっていないし、お金も当初の想定よりもかかっているということで、オーストラリア側では相当フラストレーションが溜まっていたと。でまあ、それれつつですけれどももただあともう1つは この中国の脅威というものがこの2016年にフランスと契約したときに比べてです、ね、あの一気に上がっているというのがこの戦略的には重要な点なんだと思います。と言いますのもこのフランスとこの通,常型のあの通常型の潜水艦を作る時の想定はです、ね、やはりインド洋というのが主眼だったと思うんですね。でそれに対して今回中中国のの脅威への認識が高まる中で この南シナ海というものが相当重要な活動地域として入ってきたと。でそうするとこれ通常型の潜水艦では行くだけ行ってすぐ帰ってこなきゃいけないようなあの能力的にそういうことになってしまうわけですね。ですからそれは原子力潜水艦のまず早く移動して南シナ海まですぐ行けるということと、まあ、現地で長く潜っていられると。 まあその能力が必要になったとということだと思います、でただここ、いまだによくわからないと言いますか、あのあまり議論されていない論点だと思いますのは、これ、結局、フランスとの関係がこじれたというのは、この破棄する前にですね、フランスとの契約を破棄する前に、ある意味、イギリス、アメリカと、まあ、まだ全く契約はしてないですけれども、少なくとも政治的合意というのを発表してしまったと。で これ、あの、離婚に例えると、離婚が成立する前に次の結婚しちゃったようなものなわけですね。ですから、これ普通に考えれば、あの、まず離婚すべきなんですよね。ですから、これは、まあ、順序の問題だけといえばそれだけなんですけれども、ただ、ここは過去を残す最大のポイントが、離婚前に次の結婚しちゃったということになのかなとも。 見てます、うん、いやまああの今の離婚のたてすごくわかりやすいんですけどなんでこんなに焦ったのかっていうかあのなぜ9月15日に発表しなきゃいけなかったのかっていうのもよくわからないんですよねまあこのあのまあ原子力潜水艦の話はえー、まあ多分 G20 とかそういうこのイベントが起きる前の話になりますしあの、うん 同時にこのフランスとの契約をまあ破棄しないままあのこれま,あまさに次の結婚の話をしちゃったっていうのもあるとは思うんですけど同時にやっぱりこの外交的ななんていうんですかねそのまあ,あのハレーションっていうか 様々なこののマイナスの要因があるわけですよねであそれは別にこうなんかあの子供でも分かる話というかあの普通に考えればやっぱりそれはフランス起こるでしょっていうのは誰でも分かることだと思うんですけどにもかかわらずなんかここでこう発表を強行しちゃったというかあのあんまりこうなんか下準備もなくあの こうフランスに対してはサプライズアタックみたいな形でこの話がこう飛び出てきたまあだ誰かがリークしたっていう話でもないわけですよねこれ正式に発表しちゃったわけですからな,なんでこのタイミングだったのかっていうのはちょっと私も未だに下せないところがあってその外交、まあ、特にイギリスがこの話を受けた時にちょうど G7 のコンウォールで G7 のサミット、まあ、イギリスの,あのコンウォールで G7 のサミットやった時も このオーカスの3カ国ででってるんですよねあのオーストラリアは G7 には入ってませんけどあのゲストとして招かれていてでこの原子力潜水艦の話やってるんですよね。まあ、言ってしまえばそれこそあのあの、えっと、離婚を発表する前に結婚をするしてしまったわけですがその結婚する予定の相手と、まあ、不倫をしてるところを 隣の部屋ででやってたみたみいな話ですよねでそ,うそういう,このなんかあのう裏切り感っていうか、ここ,このところがやっぱり一番消せないというか、何をしたかったな、そういう,こう外交的なリパーカッションのところをどういうふうに計算してたのかっていうのはちょっと分か,分かってないんで、その辺ん、どういうふうにお考えですかね。あの今回、リークがなかったっていうのはすごいなと思うんですね。うん、この米5で まあファイブ・アイズの主要国ですけれども、まあ、彼らが本気で情報を管理しようとすれば、首脳を含んでもここまで <laughs> あの情報を漏らさないで交渉できるんだという <laughs> まああの能力を示したということかもしれません。<laughs> うんまあ、G7 のまさに 同じホテルにマクロン大統領がいるところで、あの米英豪で首脳会合までやってちゃってたわけですよね。ですからその辺大胆不敵なんですけれども。あのでしかもあの参カ国の,あのバイデン・ジョンソン・モリソン会談ですけれども、これはどうもあの当時の発表では、 あのモリソン・バイデン会談に急遽ジョンソンが飛び入りしたっていう <laughs> あの感じで報じられてたんですよね。ですから、それもおそらくそういうカムフラージュだったのかなっていうのを後から見れば思うところです。あのただですね、これ。 フランスとの契約をいずれにしても廃棄しなければ破棄しなければいけないということですからあの円満な離婚ってなかったんだと思うんですね。でやはりこのフランスも、まあ、ある意味問題でしてと言いますのはこれ単なる潜水艦契約ではないというのがフランスのある意味勝手な位置づけだったんですね。フランスにとってのインド太平洋関与の,まあ柱の大きな柱の一つがオーストラリアとの関係であると。でそのオーストラリアとの関係のまあかなりの部分がこの潜水艦 契約であるですからこの潜水艦このビジネスの契約以上の意味をある意味フランスが勝手にあの付与していたですねですからまあその結果あのそれが破棄されるっていうことは、まあ、フランスとの戦略的な関あオーストラリアとの戦術 戦略的な関係も大きく傷がつくし、インド太平洋戦略自体に大きな傷がつくと。で、だからこそフランスとしては反発が大きくなるということなんですけれども、これ、オーストラリアからしてみれば、いや、我々は普通にあの装備品の契約だと思ってたんですよと、なんでこんなお騒ぎになるんですかって、まあ、あのもちろん本当にそう思ってるというよりは、あの言い訳としてはあの、そういう感じもあるのかなとは思います。 まあでもねフランスはまああのニューカレドニアとかこのレイユニオンとかまあインド太平洋にも海外領土っていうのがあってまあ彼ら自身レジデンシャルパワーというふうに言ってるわけでまあ,ある意味まああのオーストラリアとの関係がなくてもインド太平洋にはコミットせざるを得ないみたいなそういうまあ,ある種の甘えみたいなものっていうのは まああったのかっていうのとまあそれでもフランスはあのこのオーカス以降もあのインド太平洋戦略っていうのを出してきてでまあ継続してコミットするということは言っているので、まあ、そういうあのなんていうんですかねまあフランスは放っておいてもこの地域には関与するしまあただオーカスでやっぱりこうなのけものにされちゃった格好になるわけですから。 フランスを一緒に組,、まあ、組み込んでというか、あのまあ、円満にというのは難しいかもしれませんけれども、なはこは通常型潜水艦と源泉と両方みたいなのも難しいかもしれませんが、何らかの形でフランスを巻き込むとか取り込むってことはできなかったんですかね、これ。まあ、この潜水艦に限って言えば、やはりなかなか。 難しかったんだと思います。やはりどちらかを取ると。でまあ、ただ、フランスとしてみれば、いや、フランスも源泉持ってるわけですから、あのフランスの主張としては、いやオーストラリアには効いたと、やっぱり厳選が欲しいのかっていうふうに確認したっていうんですね。で、それに対してオーストラリア側からは今一つ明確な答えがなかったと。で、まあ、おそらくその時はすでにあのイギリス、アメリカと交渉していたということなんだと思います。ただあの、まさにご指摘のように、 このフランスは別にオーストラリアとの関係云々別としてあの領土を持ってますのであのこれは何て言うかその他の地域に関与するという発想よりもまさに自国防衛でインド太平洋に関わっているわけですよね。ですからまあそこはオスあのフランスとしては続けていくんでしょうしただここでやはりオーストラリアとの関係 ま、修復には若干時間がかかるんだと思うんですね。で、その時にあるいはまあその間、あのフランスにとってはあのインドとの関係と、あと日本との関係、この2つがあの相対的に重要性が増すということになっているんだと思います。ですから、まあすでに。まだ。 あのまだ2ヶ月ですけれども、おかしの発表から、すでにインドへのアプローチと日本へのアプローチっていうのは相当強化されているんですね。ですから、日本としてもやっぱりこのフランスがこの地域に関わるっていうのが、まあ、我々自身の利益になると考えるんであればですね、私はそう思いますけれども、あのそうであれば、しっかりこの機会にあのフランスをつなぎ止めて、あのうまい形で、まあ、関与を拡大していってもらうと。 いうまあ、そういうふうに誘導するっていうのは、一つ、日本のの大きなな役割なんだと思ってますますああの今、ちょうどね、インド、日本っていう話が出てきて、まあ非常にあの面白いのは、まあちょうどインド、日本はアメリカ、オーストラリアと合わせてクアッドっていうのを作っていて、でまあ、4カ国、まあ日米豪印の4カ国でクアッドがあり。 まあ一応、このクワッドには安全保障的な、まあ、あの側面もあるわけですが、えー、と同時にオーカスっていうのがある。まあ、これはよくまあ3、4、5ってよく言われますけれども、オーカスの3、それからクアッドの4、それとまあファイブ・アイズっていう,こう、なんかあのアメリカを中心にした、この、まあ、 えー、アメリカ、イギリス、オーストラリアが、まあ、ある種中心にいてそこに、まあ、インドや日本がこう加わったり、まあ、カナダやニュージーランドが加わるみたいなそん,そんなこう格好になるわけですけれども、あのー、インド、日本とフランスが結びつくということは逆に言うとこのオーカスとクワッドの関係で考えるとやや、あのー、なんていうんですかねこうギクシャク感って言うと変ですけど、あのー 一方ではフランスはあのアメリカオーストラリアに対してのまこう何て、まあ、いうかこう喉に刺さった骨みたいなそういうものがあり他方で日本とインドはこのクアッドでアメリカとオーストラリアと協力するというような関係になるとちょっとその辺なんか複雑なまあ あのそれこそ、利己に例えるとなんかすごい感情がこう入ってきてしまうんですけど戦略上、こんな感情ってあんまりこう、ねえー、その重視されるべきかどうか分かんないんですがただ、やっぱりちょっとアメリカとオーストラリアの関係と日本とあのフランスインドとフランスの関係っていうのがこのクワッドっていう枠組みを通じてど,どういう位置づけになるのか。 あのやや難しいというかぎくしゃく感がある感じがするんですけど、その辺はど,どうお,お,お考えですかいや、本当にこのフランスとオーストラリアの二国間関係が、まあ、どこまで他のものに悪影響を及ぼすかと、あのそこが焦点なんだと思うんですね。で既にあのフラランススとオーストラリアの この防衛協力はいろんなところですでに問題が発生しつつあるようです。で、ただそれがこのクアッドとして、まあ、フランスとか、まあ、イギリスもそうですけれども、き外国と協力するという話のどこまでブレーキになってしまうのかと、でそこはならないように、私は個人的には期待していますけれども、ただあの、おそらくクアッドとしても、この いろいろ他の国まアジアの国も含めてですが、あの他の国と協力をしていくっていうのは、あの原則論として、あのます、あ、でに確立されている方針なんだと思うんですね。はい、で、実際にすでに今年まあ、オーカスの前ですけれども、あのフランスとクワッド4カ国とのあの会場を。 共同訓練なんかも行われてたわけです。で、あるいはそのイギリスなんかでも、や、クワットとの協力っていうのは大きなアジェンダになっているわけ。で、して、ね、ですから、そのフレキシブルにいろんな国と協力をしていくっていうのは、このクワットが、ある意味批判されないための、まあディフェンスでもあったわけですよね。このなんか一部の国がまとまって対中包囲網を作ろうとしているといったようなものに対して、<ー>いや、クワットっていうのは、あの開かれた協力枠組みなんですよと。 ですからそこはです、ね、あのオーストラリアも、まあ、クワッドを通じてだとフランスともうまくできるかもと、まあ、そういった期待も若干はあるのかなと。 これは FOIP、まあ、ですね、いわゆる開かれたインド太平洋っていうあの、自由で開かれたインド太平洋っていう考え方とか、まあ、それに加えて、この、まあ、クアッドも開かれたその存在であるというような、あこのまあ、こう語り口っていうんでしょうか、そういうこの位置づけになってるわけですけれども。 それをあのどういうふうにこのフランスがうまく活用していくかっていうのはこれ逆に言うとこっち日本とかインドにも試されているものっていうのがあるような気がするんですよね。日本がじゃあこのまあアメリカ、オーストラリアとあのアメリカ、オーストラリアとこのフランスの関係の中で、まあ、板挟みになるようなことっていうのはちょっと考えられるんでしょうかね。あの まあ考えられるんだとは思いますけれども、1つ、安全弁として機能しているのはです、ね、このアメリカとフランスの実務協力というのは、そこそこ進んでいて、うまくいっているということなんですね。 あの今年日本にもあるフランスの強襲揚陸艦が来ましたけれども、まああいうオペレーション、あるいはその去年から今年にかけて、フランスの,あの攻撃源泉もあの南シナ海を含めて、西太平洋地域に展開しましたけれども、まあ、その度にですね、あに、米軍、米海軍ですけれども、これが相当支援しているんですね。 ですからこれあのシンガポールにあのロジスティックスのハブがあってそこもあのイギリスとかフランスに対する支援相当行っていますしまあ,あとグアムですねあのこれを相当使っているんですねですからこのフランスとアメリカの,この軍,軍同士の関係がうまく機能しているというのは一つあの日本にとってもいいニュースなんだと思うんですね。日日本として見ればこの日米同盟 にどうやってこのイギリスとかフランスがやってくるのを組み込んでいけるのかというところですから、このイギリスやフランスがアメリカとしっかり協力しているというのは、まあこれオーストラリア含めてですけれども、まあ、このアメリカの同盟網を まあみんなで支えるというかアメリカのこの地域における役割とプレゼンスをいろんなアメリカの他の地域の同盟国を含めてです、ねまあ、やってきてみんなで協力すると。で、その時にですねあにクアッドとかそういう枠組みっていうのは、まあ、もちろん有益ではあるんですけれどもやはり基礎はあのアメリカとの二国間関係で、まあ、それをうまくいろいろ組み合わせて 行く中でいろんな国がま入ってきたりというところで、そのフレキシブルな柔軟な協力体制を作っていくと、とまあ、そういうイメージなのかなと思ってます。なるほど、あのちょっとまあ話題は変わりますけど、まあ、こうしたそのアメリカを中心とした。まあ、オーカスクワッド。まあ,あ、それにこのフランスもその何て言うか、枠組みの中にまあ、こう。 ギクシャクしながらも残るというか、あのまあ、協力した関係で、えー、が続くということになると、これ、中国はこうしたこの動きに対してどう反応していくのかと。まあ、今のところは別に、ねあの あオーカスができたからって言っていきなり源泉があの南シナ海にうろうろするっていうまあ、まあ、すでにもうアメリカの源泉はありますけどあのオーストラリアの源泉がさらにこう出てくるというわけでもありませんしまだまだ先の話なのでまあ、今すぐどうこうってことにはならないと思うんですけど全体の雰囲気としてなんか中国だんだんこう真綿で首を絞める的なこう追い込まれ感っていうのはなんか。 ちょっと演出されてるような気はするんですけど、中国ってこれに対してなんかこう、反発するっていうかあの、もうやめてくれみたいな、なんかそういうこう、ぶち切れるようなことみたいなありありそうなんですかね。すで、まあ、に冷戦思考だみたいな形で批判していますしあの、本当にオーストラリアの源泉が出てきたときにはあの、中国にとって軍事的にかなり厄介な、うん ものになるんだとは思いますでしかもこのオーストラリアの源泉はおそらくアメリカと相当一体的に運用されるんだと思うんですね。まあ,あの指揮系統がどういうふうになるのかあの具体的なところはこれから詰めるんだと思いますけれどもですからこのオーストラリアと、まあ、あとイギリスの源泉も今後はですねこのオーストラリアの基地をうまく使うような形でより頻繁にこの地域にやってくるんだと思います。そうすると米英語の源泉が まあ相当一体的な運用を南シナ海中心にされることになるとそうするとこれ海中のバランスパワーっていう観点ではあのかなりアメリカにとってはこのまあ自国陣営の強化ということになるわけですねでまあそれが狙いでアメリカはこの虎の子の源泉技術をオーストラリアに供与したということなんだと思うんですねですからこの海中のバランスパワーはもう絶対にこれアメリカ優位の 状況を維持するんだと、何が何でも維持するんだと、この強い意志の表れというのが、まあ、今回のオーカスなんだと思います。ただ中国としてみれば、まあ、実際にオーストラリアの潜水艦来るのは早くて2040年と言われてますので,で、そうするとまだ様子見だとで、しかもこのオーストラリアの潜水艦の話というのはまさに政権が変わるごとにいろいろと紆余曲折があったんですね。これを 中国からしてみれば、まあ、またオーストラリアで政権変わればどうなるか分かりませんねというようなことを、まあ、あえてたくさん言ってみてですねあ,の <laughs>、まあ、ある意味ジャブをかけているというような状況なんだと思います。うんまあ、中国とととしててもなんか長い目でで見るとっっうと変ですけど、まあ、やっぱり あのアメリカの姿勢が変わってきたのはやっぱりトランプ政権以降っていうに印象がまあ強い、まあ、実際、トランプ政権も最初のうちはあの中国との関係、まあ、一度習近平をこう、ね、アメリカに招いたりして、なんか最初はうまくやっていく雰囲気がありながら、2018年ぐらいからだんだんこうあの対中強硬論みたいなのが強くなっていって、まあ、だいぶ風向きが変わったけど、結局、その数年間で、このなんていうんですかね、えー 中国と仲良くするというか、まあ、中国との関係を良くする中国と対立する、まあ、こういうなんか振り子みたいにこう変化してきた部分っていうのはあると思うので、まあ、中国としてもちょっとなんかこうやや長い目で見てあの本当にどうなのかっていうのはあのまあ彼らもまあ な,なんていうかその一,騎一遊するみたいなこうその状況に合わせて、えー、う,うろうろう,うろうろというかあたふたするという、まあ、そんな感じではないと思うんですけどただ今あの話にあったその海中のパワーバランスというか海中のバランスをパワーって結構面白い。 あのところで中国は今あのまあ、無人潜水艦ですよねあ UUAV って言われるようなものとかあのこういうのをとにかくあの一生懸命開発してであのこうなんか人が乗る潜水艦ではないものをこう多数配置することでこのバランスオフパワーを変えようみたいな。 そんなようなことも考えていて、まあ、特にまあ彼らの、えー、主たる主戦場は南シナ海になると思うんですけど、この南シナ海の、まあ、攻防っていうと、なんかややちょっと、とげとげしいというか、あのちょっと危,危なっかしい話になるんですが、やっぱりこの南シナ海におけるパワーバランスっていうところで、まあ、問題になってくるのはその、東南アジアの国々だと思うんですよね。 でそうなると東南アジアの国々に今回オーカスの話にあんまりこうなんかハッピーな感じがしてないんですけどか彼らは何て言うんですかねど,どういうことにハッピーではないのかっていうかそのやっぱり中国とオーストラリアアメリカの関係が悪化すると彼らがこう何て言うかその。 えー、彼らの、まあ、テリトリーでいろんなことが起きるっていうのは、まあ、なんか嫌だなと思ってるのかそれとももっとなんか広い意味で、まあ、東南アジアのこう、まあ、いわゆる ASEAN セ,セントラリティみたいなこうアジアのあの東南アジアの中心性っていうんですかね自分たちのコントロールが失われるというそういうなんか嫌がり方なのかこの辺は何かあのお考えがあれば。あの東南アジアジだと 今、そのオーカスに一番支持を表明している唯一の国ってフィリピンなんだと思うんですね。で、まあ、彼らのロジックは明快で、対、まあ、中の抑止力のまあ強化ということで、まあ、あの歓迎をすると。 まあそれはどこまで本当にフィリピン政府全部を代表しているのか別ですけれども、あのそういう声明なんかが確か外務大臣から出てたと思います。で、他はですね、やはりマレーシアとかインドネシアあたりは、かなり警戒しているようなところがあります。で、その警戒の最大の原因はやっぱりこの米中対立がこれによって深まると。で、この米中のまあ軍拡みたいなものが進むと。で、そうすると、彼らは中国からさらに圧力を受けると。 いうことですよねどちらを取るんだということでですねでこのどちらを取るんだと米中どちらを取るのかと迫られる状況になるのを回避するというのが東南アジアの基本的なあ一番重要な戦略ですのでまあ、それに大きな支障が生じかねないという懸念だったんだと思います。ただですねこれ あの中国がどんどん軍拡をする中でバランスパワーがまあ、これ海中のみなんですね、あの海上も上空もいろいろ含めてですけれども、あの中国側にどんどん傾いていると、バランスパワーですね。ですから、このバランスパワーを維持しようとしたら、ある意味、このアメリカ側にてこ入れしないといけないというのが、まあ、今、現実なわけですね。ですから、まあそのあたり分かってる人は、あの このオーカスを、まあ、そこは拍手喝采で迎えないにしても、うん、あの、安定を維持するための重要な下支えになるというところは理解してるんだと思うんですね。ですから、シンガポールなんかはかなりそんな空気でして、うん、あの、もちろん物足りず賛成とはあえて言わないにしても、あの、意義が伝わっているということなんだと思います。で、この海中の話、ちょっと戻りたいんですけれども、はいはい、この、 非常に重要なのはこの会場だとやはりあの高校の銃作戦やるとかやらないとかあのそういった表の話でいろいろ議論されちゃうと思うんですね。ですから例えばあのオバマ政権の時はなかなかこの中国刺激しないためにこの高校の銃作戦にも慎重だったとかで言われますけれどもあの海中はこれ効果不効うかは見えないんで。 まあ、見えたらまずいわけですけれども、<laughs> あの見えないんであの、粛々と軍同士がが、まあ、ある意味、軍のロジックに基づいて、必要なことをやってるって世界なんだと思うんですね。<laughs> ですから、この政治情勢とかにあんまり影響を受けずにあの、中国側の潜水艦が増えてきたんであれば、アメリカもおそらくよりパトロールを強化してやっていると。で、それは中国側もある程度分かって。 っていうこのある意味その軍同士のロジックに基づいたあの競争が行われていると。でアメリカにとっては、やはりこの中国が、中国の,です、ね、この,あの核ミサイルです、ね、潜水艦発射弾道ミサイルを積んでいるあの源泉がまあ自由に動き回らないようにするというのはとにかく。 あのアメリカにとって重要ですからで、それをオーストラリアと一緒に肩代わりして、あのしっかりとバランスのパワーをアメリカ有利に保つと。で、この辺りの意義をどうやって東南アジアに分かってもらえるかと。で、そこから先は表の議論の世界でして、あのそこは今後、日本も含めてですね、あのしっかりそのメッセージを工夫する必要があるんだろうと思っています。まあ 多分だからその戦略源泉を封じ込めるっていうようなあの発想は、まあ多分これはアメリカの発想で、まあお、おそらくオーストラリアとか日本も若干そこには関わると思うんですけど、東南アジアは、まあ、言うなればあまり当事者ではないというかあの、自分たちとは関係ない世界の話になっちゃうので、おそらくそこの理解が。 こういやあのそれは俺たちに関係ないんであのアメリカが勝手にやってることだみたいなでそれが結果としてその軍拡を、まあまあ、導くというか、まあ、その軍のロジックとはいえ軍のロジックってほっとくと軍拡にこう進みがちな傾向も あり得るので、まあ、そこのところバランスパワーをなんとかして維持したいというこの発想があ、まあ、東南アジアの国々に理解されるっていうのはまあ多分軍関係者は分かるんでしょうけれどもあの一般に、まあ、表向きですねやっぱりこう外交の世界でそれが理解されるっていうのはなかなかまあ難しいところかなと。 でちょっとあのまあだんだん時間もその迫ってきたんですが、一つだけやっぱりお伺いしたいのは、まあ、あの鶴岡さん、イギリス外交の専門で、e、EU 離脱の方もあられるんですけれども、このイギリスがこのやっぱり将来、まあ、今後ですね、フランスとの関係、どうなっていくのかっていうのは、やっぱりこう気になるところなんですよね。まあ、あのフランスとオーストラリアは、ああこれはまあ長らく修復は難しいだろうというか、しばらくかかるだろうと思うんですけど。 イギリスとフランスってやっぱりこうまあ足元にいろんな問題を抱えていますし、まあ、特にまあ漁業問題とかあのそういう,こう直近の問題もあるわけですけど、まあ、鶴岡さん自身は今後ですねこのまあオーカスだけではなくこのイギリスとフランスの関係ってど,どうまああのブレクジット後のですねこのイギリスがまあこのグローバルブリテンになっていく 世界でいろんな役割を果たす中でこのフランスとの競合関係にあるのかそれともまあやっぱり隣国同士としてのやっぱりこうあのこうちょうど、えー、2000年代の初め頃っていうのはあのフランスとイギリスが中心になって、まあ、ヨーロッパの,この防衛能力を高めようみたいなのがあって。 でそ,うそういう、まあ、やっぱりヨーロッパのパワーとしてイギリス、フランスっていうのは協力していかざるを得ないというふうに思っているのかそれともやっぱりなんかもうそれこそ積年のいろんなものも含めてやっぱりこうイギリスとフランスってのは、まあ、やっぱ仲良くなれないんだなっていうそういう,こう結論になるのかちょっとまあその辺あの鶴岡さん自身の見立てはど,どういうところにあるのかちょっとお聞かせいただけるとありがたいんですが。あ はい、あのやはりこのブレグジットイギリスの EU 離脱をめぐるイギリスとフランスのしこりっていうのは相当残っているんだと思います。あのまさに漁業の話は今も火吹いてますけれどもあのですからこれを乗り越えるのは、まあ、ちょっとこう言ってしまうと身も蓋もないんですが。 英仏両方ですからあの、ジョンソンさんとマクロンさんの間は、なかなかあの本当の意味での修復って難しいんだと思います。でただあの、外交、安保、防衛ということでいえば、イギリスとフランスというのは、まあ、もちろん、ある意味、ライバルではあるんですけれども、ライバルである以上に、やはり同志。 なんですね、このヨーロッパの中での、まあ、1位と2位の軍事大国なわけですよね。でお互いあの国連安保理の常任理事国でもあると。で生きがい作戦なんかに軍を派遣するっていう伝統も、まあ、よくもよくも持っている国なわけですよね。でそうするとフランスにとってもあのイギリスと協力をするっていうのはバードンシェアリングなんですよね。でイギリスにとってもまさにそうでしてこのヨーロッパっていった時に、うん イギリスしかいない、フランスしかいないっていうのは、結局どっちかに負担がかかっちゃうわけですから、これ、どっちの国も耐えられないですね。まあ、ですから、この EU での防衛協力っていうのを90年代末から言い出したわけですけれども、そもそもその発端は英仏協力だったわけですし、あるいはこの2010年以降はですね、このランカスターハウス条約ということで、英仏でさまざまな分野で協力を深めてきたんですね。 ですから、それはやはりそのお互いの国にとって利益だと思うからやってきたわけでして、ですからこのオーカスがあっても、ブレグジットがあっても、その本質自体は変わらないんだと思うんですね。ただ、そこを政治がいろいろと邪魔をするというところで、そこをどう乗り越えていけるのかと。ですから、短期的には私はあんまり楽観的にはなれないんですけれども、中長期的にはかなり利益は一致していると。ですからこの まあ地域運送なんかどう対処するかっていう発想とかアプローチっていう観点でもやはりまあアメリカっていう一つのモデルがあるわけですけれどもそれとは違うより能力が限られた中で何をするんでしょうかっていうところに関してはですね英仏っていうのはかなり近いアプローチを今までも取ってきたしあの軍レベルだと英仏っていうのは本来非常に一番協力できるあの似た者同士というのは現実なんだと思います。 まあそうですよねあのまあ国連なんかでもまあイギリスとフランスはあのアンポリーの常任理事国ででまあちょっと私の背景もアンポリーの議場ですけどあのえー、そのそこではやっぱりイギリスとフランスでまあライバルではありつつもやっぱり結局国際的に見ると一番近い仲間っていう関係になるんですよねだからそういう意味ではまああの 何があれこう一緒にやっていかざるを得ないけど表向きやっぱりあのボリス・ジョンソンみたいな人が <laughs> あの変なこと言い出すとこ,うこじれるっていうこ,うこんな関係にあるとは思うんですが。はいあのー ありがとうございますもう話をなんか多分聞いてると尽きないんですがあのでまあ、またあの鶴岡さんのあの非常に深い知識とあの分析能力のおかげでですねなんか話がどんどんこう広がっていってしまうんですけどえっといくつかあの質問をいただいておりますのであのそれをあのちょっと 皆様からの質問おお答えいただければと思っておりますあの他の皆様もぜひあの、えー、と何か質問ありましたら Q&A の方に書き込んでいただければと思いますが一、えっと、つ目がこの EU のオーカスへの姿勢ということで EU もインド太平洋戦略というのを打ち出しているわけですけれども、まあ、フランスとはやっぱり違う、まあ、結局 海外領土とかあの自国防衛いいうわけでではないのでで EU 全体、まあ、27カ国の総意としてこの中国との関係っていうのもやっぱりこうあの大事だと、まあ、最近ちょっと風向きは若干変わりつつあると思うんですけれどもやっぱりまあビジネスパートナーというか、まあ、経済的なこの関係中国との関係っていうのもやっぱ無視できないところにはあるでこの EU のこのインド太平洋戦略と それがまあ,あの、オーカスがもたらす影響というか、そういうものっていうのは、あの何かあるとすれば、どんな形になるのか、えー、EU、まあ、広くやっぱりこの EU と中国の関係っていうのは、この経済重視になるのか、それともこういう安保とか、まあ、こうリスクの側面っていうのが重視されるのか、この辺ちょっと EU 全体のこの戦略的なポジションっていうのはど、どういうふうにあのお考えでしょうか。 重要な点ありがとうございます。だまさに9月15日にオーカスが発表されて、9月16日に EU のインド太平洋戦略発表ということで、もう完全にあの世の中の関心はオーカスに向いちゃってあの、EU のインド太平洋戦略はあまり関心を集めなかった。まあそういったことからも、EU の中ではあのオーカスを憎ん,なんかその <laughs>、 <laughs> まあ、憎しみを持ってって言い方も変ですけれども、<laughs> うん、あの苦々しく見る空気っていうのはあったんだと思います。ただですね。あの、全く違うものだって考えればいいんだと思うんですね。<laughs> っていうのも、あのオーカスもあの最初の話にもありましたように。まあ、あの、いろんな分野に協力が広がっていくのか、厳選協力だけで終わるのか？ ま,あまだわからないと。でも今、具体的に話されているのは源泉協力ですから、あのとりあえず厳源泉協力と捉えればいいんだと思うんですね。で、そうすると EU のインド太平洋関与っていうものとは全く接点がないんですよ。あのやっぱ源泉協力って日本だって入れないですし、他の国だって入りようがないんですよ。ですからもうこれはあの3つの国であの非常に閉鎖的に。 まあ言い方悪いんですけど、閉鎖的に勝手にやっていただくしかないんだと思うんですね。うん、で、ただ、インド太平洋で考えなければいけないこと、やらなきゃいけないことというのは山ほどあるわけですね。ですから、別にオーカスがあるからといって、別に EU のインド太平洋における役割が制約を受けるとか、うん、あの小さくなるということは本来全くないんですよ。ただ、それがなぜだか、なんかこのオーカスへの関心が高まりすぎちゃった結果、なんかオーカスが実 現実以上に大きなものに国際社会で移ってしまったってことなんですよね。ですから、これは責任の半分はフランスにあると思ってます。あのフランスがここまで大きく反応、反発したがゆえに、あの今までの厳選なんて関心なかった人たちまでもが、オーカスの議論を始めたってことだと思うんですよね。でやはりそのフランスが大使召喚したりとか、あのニュースになると、 あなんかあ大変なことが起きてるんだっていうことで、厳選なんで関心ない人も関心を持つようになると。で、その結果、なんかこのオーカスによって、ヨーロッパ全体のインド太平洋での役割も、なんか削られちゃってるようなイメージが出来上がっちゃったと。で、このイメージをいかに早く乗り越えられるかが、あのヨーロッパ側にも問われているしあの、インド太平洋の側でもまさにそうなんだと思います。で EU のインド太平洋戦略の中での中国ということで、一言付け加えますと、あの中国に対する姿勢が EU 全体として厳しくなっているというのは、まさにあのそういう傾向といいますか、トレンドだと思います。で、この特に技術の問題とか、投資の問題が発端となって、最近ではこの人権問題への、まあ、強い反発懸念ということです。ですから、これ、日本との比較で考えれば、 やはりこの人権問題での対中批判、対中強硬姿勢、これはですね、あのあまり過小評価しない方がいいと思います。あの中 ヨーロッパの中ではやはりこの問題は相当真剣に、深刻に捉えられているということです。ただ経済面で言えば別にだからといって中国との経済関係が重要じゃなくなったかっていうともちろんそんなことないわけで、あのこれは日本にとってもそうですけれども、中国との経済関係、今後も維持していくのは重要だと。ただその中でまあ人権とか安全保障といったような問題とまあどう折り合いをつけていくのかと。ですから別にそこはですね EU が抱えている課題、ジレンマっていうのは、 実は日本とかなり似てる部分があるのかなっていうのは、いつも思っているところです。 そうですねまあ、ちょうど、ね、あの中国と EU の間であの統合、えー、と投資協定がまあ議論されていて、ちょうどバイデン政権ができる直前ぐらいの話だったと思うんですけど、あのまあ、コンプリヘンシブ・アグリメント・オン・インベスメントって、会って呼んでますが、これあの、この中にもやっぱり強制労働とか、ILO の,の,あの条約に入れとか、いろいろそういうこの人権の問題に関わる。 こう要求をしてでまあそれがなんとなく中途半端ででもやっぱり投資をあの投資関係をこう,なんかうまくやりたいみたいなそういうところがあって、まあ、両方をとにかく立てようとしたわけですよねこの人権問題を進めながら、えー、この経済関係も維持するっていうか経済関係も促進するっていう、まあ、結局この会議はななんかあの欧州議会でこう議論が止まっちゃったのであの多分の多分 おそらくなんかどっかで多分棚ざらしにされたままになるとは思うんですけどやっぱり EU もなかなか付き合い方難しいですよね。もうもともと EU はその自らのこのまあ、なんですかね憲法条約的なあのまあ、リスボン条約っていうこの、えー、基本のところにこの人権の問題っていうのは書かれていて。であのとにかく、e 外交の一つの大きな柱としてこの人権というのがあるので日本はまあちょうどねあの岸田政権であの中谷元さんがあの人権問題担当補佐官っていうことであの任命されましたけれどもただ日本の場合はあんまりこう人権外交って大きな柱としてやってきたという,こう歴史があんまりないのでその辺はあのややまあ EU のやり方と日本のやり方とか、EU のこの人権の位置づけと日本の位置づけっていうのの違いもあるので、あの結構そこは面白いテーマっていうか、あの、えー、あのそれなりに、えー、あのこう意味なんていうんですかね、EU を参照にしながら日本も外交政策を考えていく必要あるかなというふうに思います。あとすみません、えっ、ー、とまだちょっといくつか質問があるので時間は いやいや迫ってきてるんですがあの少し延長させていただいてあのいくつかあの質問答えていただければありがたいと思ってます。あの一つが、えっと、まあ日本とこのまあオーカスの関係というか、えー、このオーカスがまあ原子力潜水艦の話が中心の枠組みになると日本はまあ基本的にこの関与することはありえないと。で先ほどままあああ国がこのあの、まあ クローズドな閉じられた世界ででやっているので日本はまあ関係ないっちゃ関係ないんだろうと思うんですけど、何か影響があるとすれば、どんなところにあると思いますかあのこのオーカスで実際にオーストラリアの源泉が南シナ海を含めて活動するようになるというのは、これ、日本にとっても戦略的に大きな利益になるんだと思うんですね。ですから、これ対中抑止体制、地域における対中抑止体制の強化。 ということですですから、これは日本はあのその観点ではあの歓迎しているわけですし、あとそのイギリス、アメリカ、オーストラリアが、まあ、この地域の安全保障に関してコミットを深める、まあ、ツールとして、オーカスを歓迎しているということです。で、ただですね、そこから先は若干微妙でして、このオーストラリアがアメリカと一体となって潜水艦運用するようになると、まあ、そうするとですね、やっぱりこの少なくとも潜水艦の運用ということに関しては、 オーストラリアの相対的な役割っていうのは上がるわけですね。で、その時に別に直接的にそれによって日本の役割が下がるってことではないですけれども、まあ、そうとは言っても、この一体的に運用しているオーストラリアの、まあ、いろんな意味でのアメリカにとっての相対的位置づけは上昇するんだろうなと。で、そこで日本はですね、 まあじゃあどうするのかというところで、まあ、すでにこの日米同盟でもいろんな分野で協力の進化が進んでいるわけですけれどもこのオーストラリアの役割の上昇というのはなかなかこの日本ができない部分をやっているという部分があるんですね。ですかかからここのの日本が、なかなかい 一体,まあ、一体化って言葉自体がこの日本の防衛政策の中では <laughs>、この疑問なわけですけれども、でもこれがですね、その作戦を含めて将来のこの、まあ、戦闘任務みたいなものを視野に入れて、ですねどこまで一緒にあの戦えるのかと。で、やっぱりそういう問題にどうしても今後、日本がもうちょっと目を向けていかなく なななならなくなるきっかけの一つがオーカスなんだと思いますですからアメリカと本当にどこまで一体化してやっていくのかと。でこれをもし進められないんだとしたらある意味このオーストラリアがどんどんこのアメリカとの関係を進化していくのをある意味その旗で見ているということにもなりかねないわけで,でそれはじゃあ日本にとってどういうインプリケーションを持つのかと。このあたりりははかなり日本としては深刻に 考えななけければいいます、まあ、まさにだから日本のまあこれ多分憲法論議みたいなものにもつながっていくとは思うんですけど日本が何ができるかっていうことの制約がある中でまあ米豪関係っていうかウォーストラリアとの関係が強まっていくと結局なんか日本はどういう立ち回り何ができるのかっていうことをこう考えた時に必要なことがなかなかできない。 っていうこうもどかしさみたいなものが多分出てくると思うんですよねでその分をオーストラリアが肩代わりするというかオーストラリアがその部分になっていくとなると結局なんかあの日本はこうなんていうんですかね仲間に入れてもらえないっていうかあの 結局あのお母さんがダメって言うからダメみたいなそんなところがちょっとあるようなところはあるのでその辺のこうあのなんて言うんですかねこう日本の能力に合わせてこうあの フォーカスとか、まあ、クアッドとか対中包囲網とか、まあ、ど,どういう枠組みであれこの中国との関係戦略的な関係を作っていくときに日本の,このやれることに合わせて作る戦略を作るわけではなくてやっぱり対中包囲網とか対,対中戦略で必要なことがこうあのセットされていくわけですよね。でそのの中でで日本がが結局できることとってていうう限られてしまうと その中での役割がどうしても小さくなる。でまあ、逆に言うと、オーカスはそこをあのより、まあ、広く捉えるというか、大きな役割を担うことになるということは。まさにそ、そこが重要でして、日本は能力あるんだと思うんです。あのハード面含めてですね。能力あるんですけれども、そのせっかく持っているものを。 使っちゃいけないもの、使っその使えない分野とか、使っちゃいけないやり方とか、そういったものがまあ、ありすぎるというのが現実で、ですから今回、あのイギリスの空母打撃軍があのこの地域に来ましたけれども、であれは完全に英米合同の空母打撃軍だったんですね。あの関西機だけ見ても f 35 b アメリカが10機でイギリス8機で乗ってやってきたんですよね。で,ですから、完全に A 米の合同のオペレーションの能力を西太平洋において確認したっていうのが軍事的には重要だったんですね。で、そこに日本は F35B はまだ持ってませんけれども、F35A は持っているわけですよね。航空自衛隊が運用している戦闘機としての F35A ですね。そうすると、もうちょっと3か国で3つの国で日米 A ですね。 列度の高いハイエンドの訓練って能力的にはやると思えばできたはずなんですよ。ただそこがなかなか日本としてまあできない視線がいろいろとあると。で、そうすると今後、この出雲型にですね、F35B を日本も乗せるようになって、で、またイギリスの空母がやってきましたという時にですね、じゃあ A 米でできるものはたくさんあるけれども、日米 A になると一気にそのできるものの範囲が小さくなると。 でこれは日本の安全保障に資するんですかと、そこはですねあの、もちろん憲法上のいろんな問題とか政治的な制約あるわけですけれども、少なくともこれ、日本の防衛ニーズっていう観点では問い続けていかないといけないと思うんですよね。ですから、能力ないならしょうがないんですけれども、あの能力あるのに使えない、でそれが日本の,その安全保障、防衛のを高めるために使えないっていうのはですね、 これはあのしっかり政治の場を含めて、あの本当にそれでいいんですかっていう議論を進めていかなければいけないと思います。ですから、このイギリスの空母ですとか、オーカスっていうのは、まさにわれわれにそういう議論を迫っているということなのかなとも見てます。そうですね、まあ、あのイギリスの空母大義軍の中には、実はオーストラ,あのオランダの艦船も一隻入ってるんですよね。あ <laughs> あれはまあ逆に言うとと能力ががなないいいけどすごい頑張っっててるみたいなところがあって <laughs> やっぱりこのどういうふうに見えるかっていう、まあ、その戦略的な意味でいうと実際の能力をどれだけ持っているのかそれ,にそれがどれだけ使えるのかっていうのとそれをどう見せるかっていうのは結構やっぱり重要なところなのでどう見せるかのところで非常に日本の場合小さくまあ見せる、まあ、これはこの憲法が意図するところはそういうところだったと思うんですけどそういう小さく見せることがこうなんかメインになっちゃってるところがなかなかやっぱり難しいかなと。 いいう,うに思,い思いますなんかまだちょっとい,い,いっぱい質問を頂い,いているのでなんかちょっとあの全部をちょっとカバーできないんですけれども最後に一つだけあのお伺いあの質問の中であるのが、えー、とイギリスがやっぱりこの参加している、まあ、今回イギリスが主導してあのオーカスができたという話先ほどありましたけれども。 このイギリスがすごく熱心にコミットしてきているわけですがただ、源泉が実際に、まあ、実装されるまでには、まあ、結構な時間がかかるわけでその間、やっぱりこの、まあ、クイーン・エリザベス、まあ、これは海の上の話ですけどクイーン・エリザベスがこの、えーまあ、イギリスもなけなしの空母打撃群ですよねあのそれをこ,うこっち側に持ってくるというところの意味 ですとかまたまあイギリスも源泉持ってるわけですけれどもそれをじゃあ例えばあのこの、えー、オーストラリアの源泉ができるまでの間このインド太平洋に派遣するとかそういうようなことも含めてなんかイギリスがこの軍事的により多くこのインド太平洋に関与していくその意義は何なのかとか、まあ、もしやるとすればですねその意義ですとかそのイギリスは本当にどこまで 本気なのかまあ,あの距離の問題もありますけどやっぱりイギリスの能力っていうのもやっぱりあの規模的には限られてるものなので本当にグローバルブリテンって言ってグローバルに展開できる能力があるのかって言われるとまあそこは限定的だと思うんですよね。それなのにこうなんかやや見栄を張ってあ,のあれもできるこれもできるというふうにアピールし続けることって結構イギリスにとってはリスクにもなるんじゃないかなと思うんですけどその辺 でど,どうお考えですかいやあの本当痩せ我慢だと思いますあのせ我慢でもこのグローバルの旗印を掲げたい気持ちが強いっていうのはやはりこのある意味昔の帝国の名残なんだと思うんですね。まあ、そこフランスもそうだと思いますけれどもあの小さくても世界大国でいたいというところですね。で軍事的にはこれはある程度担保されてるんだと思います。 と言いますのも、あの空母、今2隻、二、まあ、隻目も徐々に運用体制であの準備しているところですけれども、あのプリンス・オブ・ウェールズというのが2隻目ですね。でただ、これ、ヨーロッパで本当にロシアを相手にあのバルト海なんかに入って使うというのはあんまり想定されていないんですね。で、そうすると、あのパワープロジェクションとしていろいろなところに派遣するとで。しかもそれはアメリカと一緒になって、 やってこのまあ西側米英のパワープロジェクションのツールとして使うっていうのはある程度合意ができてるんだと思います。であとあの哨戒艦って非常に小さな船ですけれどもこれを2隻インド太平洋地域に5年間にわたって派遣すると。でですからこれ要因はああの現地であれ 飛行機で行ってあの入れ替えるという形の運用を始めるんですけれども、でこれも小さな船であるがゆえに、これ戦闘力はないんですが、いろんなところに行けるっていう利点があるんですね。ですから、あの東南アジアなんかの小さな港にも入っていけるような船なんで、ですからあのフリゲート艦とか駆逐艦なんかよりも、場合によってはこの日常の任務っていう意味では、あのインパクトがあるのかなと思います。でそういったものはあのはあ 国防予算がある程度、今、増額傾向にあるんで、あの続けていく見通しは、イギリスとしては立ってるんだろうと見てます。ただですね、国民の側でどこまでそれが支持されているのかと、ここが若干問題なんですね。 あのブレグジットによる経済的打撃は、まあ、コロナの経済的打撃の陰に隠れちゃってますけれどもただ、明確にあるわけですね、EU 離脱による経済的損失、でそれとコロナによる経済損失加えて考えたときにイギリスの財政状況も極めて今後、悪化するこさらに悪化することが想定されるわけですね。でそののににに本当にインド太平洋に関与し続けますかというのはあの大きな 国内論争になるんだと思いますでただその時に一つやはりそれでも関与が必要だという歯止めが利くとしたらあ,のある意味中国のおかげといいますか、まあ、中国があるから関与しなきゃいけないんですけれどもやはりこの香港とオーストラリアなんですねやはりイギリス人にとっていまだにこのオーストラリアとか香港っていうのに思い入れは非常に強いんですね。ですからあの香港の あの国家安全維持法の導入の後に、このイギリスの海外旅券持ってる人を受け入れるっていう決定をジョンソン政権がしましたけれども、ただそもそもイギリス EU 離脱の時の議論は、EU からの移民が嫌だっていう話だったわけですよね、日本の一つは。にもかかわらず、この保守党政権がですね、香港からのかなり大規模な移民の受け入れを。 発表してで、議会でもまあ反対がなかったとは言いませんけれども、あの野党をし、を労働党も賛成してすんなり通るわけですね。ですから、やっぱりそれほどこの香港への、まあ、旧植民地であるところの香港への思い入れっていうのは強い、あるいはそのオーカスの話でも、やっぱりこのオーストラリアが中国にいじめられていると、あのまさに経済的強要措置とかでいじめられてるわけですね。で やっぱりそこで連帯しないといけない、彼らを助けなきゃいけないっていう、この議論って、なかなかイギリスの中ではほとんどその反論の余地がないような、当たり前でしょと、我々同胞を助けるのは当たり前でしょみたいなんですね。ですから、この、イギリスがそうインド太平洋に戦略的ビジョンを持ってるとは全く思わないんですけれども、この香港とかオーストラリアというイギリス人がこの熱くなる問題がどんどん起きると。うん でその中で香港にコミットしオーストラリアにコミットして結果としてなんか点だったのが面になってきたみたいなですねですからこの結果としてなんとなくこの戦略ビジョンを持ってるかのようにあのなっているとでただ大元は香港とかあのオーストラリアという、まあ、同胞たち兄弟たちに対するこの心情的コミットメントを含めたですねつながりと。 こういったものが基礎になっているのかなと。で、だとすると、あのこれはかなり持続性があるというふうにも言えるのかなとまあ確かにだからイギリスが、そのまあ例えばあのメイ政権の時っていうのは、イギリスと中国っていうのはもう経済的に、まあその前にキャメロン政権もそうですけど、すごくこうなんか、あの もうこれからは中国の時代だみたいな感じで黄金時代って、えー、黄金時代そうですね、永中黄金時代で、ヒンクリポイントっていう、この原子力発電所のところも中国が契約を取ったりとか、なんかいいのかっていうレベルですごく中国との関係があの深まっていたのが、やっぱり大きく潮目が変わったのは、やっぱ香港だと思うんですよね。えーその 国,国家安全法ができて、でその民,主化民主派勢力がこう抑圧されてで、これは何なんだっていうのと、やっぱりイギリスは英中合意っていうか、その香港返還の,、まあ、の1984年の合意っていうのがあってで、そこで一国二制度っていうのを決めたのに、 あの結局それを踏みにじったわけですから国際合意違反ですよね正当性はイギリスの側にあってイギリスは要するにあの国際合意を破られた側になるのでだからこう熱くなるそのまあこれまでのその歴史的なつながりもそうですけどある意味メンツを潰されたみたいなところもやっぱりあると思うんですよね。だから で結果としてまあ今あの鶴岡さん意味ジクもおっしゃったように点が合わさって面になるっていうのと同様に多分香港とかオーストラリアに関与することで、まあ、本当は点なんだけどこれがグローバルブリテンっていうこう全体の絵を描く、まあ、ブレクジット後のそのイギリスの戦略をこう描く時のなんか大きななんていうんですかねこう,こうポイントっていうかあの これがやりたいことなんだと、だから EU を離脱したんだみたいな、まあ、本当は関係ないと思うんですけど、<laughs> なんかそういうこう、あのー、そういう絵を描ける、そういうイメージを作ることができるっていう点で、まあ、ここにコミットしていくことが、まあ、イギリスの,の EU 離脱だとか、<laughs> この、まあ、中国との関係の、 立て直しとかそういったことを全部こうグローバルブリテンっていうこの枠の中であのぐるっとまとめることができるまあ、非常になんというか今全体としてこう波長がっちゃった感じはあるんですよねタイミングよくうまいブランディングが成立したというかそ, <laughs> そうですねなのでやっぱりイギリスのこの展開の仕方って非常にやっぱりすごく面白くて日本もなんか日本はしばしばこう 面を先に作ろうとしてあんまり点がないところに何かあのクワットもそうですけどなんか理念が先行しちゃうっていうかあのこうこう具体的なこのなんていうんですかねこういうまあ例えばイギリスにとっての香港みたいなものがあるわけじゃありませんし何かこう到達すべき目標があのそこにあって具体的なこのニーズがあってそこにこう理念が。 あの後付けででくくくっついいててるみたななのではなくて日本の場合なんかこう理念が先にあってこれをやるためにはどうしようみたいな,こうなんか日本の外交にとってみてもあのイギリスのやり方はブランディングの仕方ってなんかすごい参考になるところがあるんじゃないかなというふうに思っていましてあのまあこれからあの岸田政権がまああのまあだんだん あのこう岸田外交っていうのは形になってくると思うんですけどその人権問題とかにしてもあのまあ、経済安全保障などにしてもあのこれからあのこういうテーマをどう動かしていくのかって言った時にこうイギリスみたいなこう何ていうかいろんなものをごったににしていきなりなんか。 ブランドのシールを貼り付けるみたいなそういうやり方のこう,うまさみたいなものっていうのはなんか学ぶところが結構あるんじゃないかなというふうに思いましたすいませんなんかあの約束してた1時間をはるかに超えてしまってあのちょっとあの今日なんか話が面白くてというか毎回そうなんですけど話が面白くてあの結局 質問もあの全部あの取り上げることができなくて本当に申し訳なかったんですけれどもえっ、ー、と今日あの最後まであのあのこうこうここまであの詳しくまたわかりやすくお話をしていただきまして本当にあの鶴岡さんには感謝しておりましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました、うん、またあの今回えっ、ー、と この話は、えー、ビデオでもあの動画でもまたあの API の,あのサイトに、えー、掲載させていただきますのであのぜひあの見逃した方はあのこちらの方をご覧くださいで。あと来週、来週じゃない、来月の,あの、えー、と宣伝というか予告ですけれども来月は、えー、と北政権の経済安全保障ということで、えー、あの内閣府の 副大臣をやられておられます、えー、大野圭太郎さんにあのお越しいただきまして、まあ、今回あの、おそらく初めてじゃないですかね、政治家の方がこのオンラインサロンに参加していただくのは、はい、あの大野圭太郎、まあ、副大臣にあのお越しいただきまして、12月の、えー、11日に、えー、こちらのほうにあの、えー、ご登壇いただくということになっております。まあ、あの経済安全保障まさに地形学の,あの、まあ ど真ん中のお話を、まあ、あの実際の政策担当をされているあの副大臣にお話を聞くということで、あの予定しておりますので、ぜひまた皆さんあのご参加いただければと思います。ということで、あの今日は本当にちょっと長くなってしまいましたけれども、鶴岡先生、あの大変。あの 本当に分かりやすい、またあの奥の深い話をあのお聞かせいただきましてあの、ありがとうございました。またあのこれからもよろしくお願いいたします。ということで、あのこれにてあの地形学オンラインサロンを閉じさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。